どうも、こんにちは。えっ、ー、と、まあ、台風のおかげでというか、えーまあ、不謹慎ではあるんですけども、まあ、台風が来たことによって仕事が、えー、飛んだので、えー、ちょっとこの1日2日でですね、あのー、ちょっとまあ金魚の床直しというか、まあ、お引越しだったりをして、えー、もう自然に、えーまあ、11月、12月と冬眠に入っていけるような感じの、少しずつ準備を、ねえー、していこうかと思って、いろいろとやっていたわけですけども。 こ、まあ、今年前半はですね、えー、よく子供が取れたのが、だるまリュウキンって、前半はだるまリュウキンの年というかあ、そういう感じになったんですけども、も、まあ、夏前ぐらいからもう、常にピンポンパールが、えー、産卵し始めて、えー、ほぼほぼ今年1年、じゃあ、どの子が取れたかっていうと、まあ、ピンポンパールの年になりましたね。 えー、選別してはあリリースして選別してはリリースしての繰り返しなんですけどもであのこの中にですね、えー、ピンポンパールの他に、えー、目がねデメ金のように目がボコって出たデメピンポンパールっていうのがいます。 デメピンポンパール、金魚の村のデメピンポンパールといえばあ、ちょっとヒーター事件ですね、ちょっとあの自分のミスでヒーターで親魚を全部殺し,ちゃ殺してしまったという過去があるんですけど、その時の親がですね、結構卵を残して、まあ、子供をたくさんね、えー、5、600ぐらいですね、産んで、まあ、あのように、えー、旅立ってしまったんですけども。 まあこの残された命をですねまあ大切に育てていこうということでですねまあ少しでも多く育ててえー大きくしてえー今年越冬してまた命をつな,いつないでいきたい最低限ですねつないでいきたいなと思ってやってたんですけどもまあデメピンポンパールといえばなかなかの固定率が悪いというかやっぱりバランスよく目玉が大きくならないとかそもそも目がえ右目が 出て左目が出ないとか結構既形率が高いうまくブリードできないっていうねあの、まあ、話を聞いてたんで自分も半ばちょっと諦め気味で、まあ、飼育をしていました、まあ、5600いたら、まあ、10匹20匹程度を残ればいいんじゃないっていう感じで、えー、もうピンポンパールとデメピンポンパールをねあの泳ぐ力も おまあ大きさも生まれた時期も同じなんでピンポンバールと混ぜてもう治療時期からですねもう治療時期に混ぜたんでどの子がデメでどの子,どの子がピンポンバールか分からないえ状況だったんですけどただまああんま育たないだろうなと思いながらえやってたんですけどもまあデメピンポンに関してはあまり大きな期待を持たせずに えーまあ、今年、奇形が生まれてもちょっと10匹ぐらい残して、えー、越冬させて来年卵を取ってそこからが勝負かなと自分は思ってたんですけどお大番狂合わせでこれはあのいい意味なんですけどもあのデメピンポンバールここに来て、えーとまあ、目がしっかり出てきて、えー、すごくいい子からどん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 、えー、屋上の方にです、ねえー、抜いていって。 えー、少数精鋭で育ててるんですけどもで残りうまく形がね目の形がうまく出なかったり危険の子たちっていうのは弾いていこうかなと思ってたんそんな感じでやってたんですけども、えー、弾く金魚が一切ないですね左右の目がですねあのバラバラなバランスでね大きくなってることかが ほとんどいなくて、おそらくまあそういう危険の子も一切いないと言ったんですけど、おそらく危険の子はですね、多分仲間に食べられたりなんやしてるのかなと、まあ、この動画見ても分かるように、多少ね、体格差っていうのはあるんで、えー、大きい子たちに食べられて、ね、いい子だけ残ったのかなとも思うんですけども、おこういうあの船の自然環境の中で、えー、ちっちゃい子、危険の子は食べられて結局いい子だけが残ったんで、えー、と選別せずにやっていけてるのかなとは思うんですけど、 で何より自分が、ね、これまで育ててきたピンポンバールドは全く違う地なので、違う柄なので、えー、っとめちゃくちゃ綺麗ですね。えー、っと色が赤と白のサラサイのもちろん巣カもいるんですけど、いや見事ですね。見事にあの綺麗な子たちですね。でこの子たちは2軍、ねえー、です。なかなか色がつかなかったり。 ま、柄が悪かったり、えーまあ、見てもらって分かるようにあの目玉はです、ね、左右対称に出てるんですけども色の方が鮮やかではなかったりしてです、ね、ピンポンパールの。 ところにそのまま混ぜてて飼育してるんですけどもあと1匹か2匹ですね、えー、屋上の一軍水槽にですね、えー、持っていけれたらいいかなと思うんですけども、こう見る限り、もう1軍に昇格できそうなデメピンポンはいないですね。あの動画で見た感じ、すごい可愛いいんですけども、やっぱり尾の形だったり、丸みだったり。えー そういういのでで色の柄が悪いということでこのデメピンポンパールのすごい一番の特徴って白と赤の柄がめちゃくちゃ綺麗なんですよこの血統って、えー、それをちょっと守っていきたいので、えーまあ、この中でもですねサラサの白と赤綺麗だなって思われる方いると思うんですけどもこれ以上に綺麗です、えー、屋上のデメピンポンパール一軍水槽はですね でその一軍水槽のピンポンパールは今、屋上でしっかり太陽光を浴びて、ちょっと濃い、濃ゆくなりすぎた青水の中でですね、えー、健,康健康にあのー、少数精鋭で、えー、育ってています。ただですね、やっぱもう少ない数、この真ん中のんで、でちなみにこの真ん中の、あ いやー消えちゃったかこの1匹だけですねあのデメポンパール薄い黒とオレンジのデメピンポンパールいるんですけども、えー、この子が、ね、おそらく最後の一軍行きだと思いますでこの子も今ちょっと色が薄いんですけども、えー、色がねこの子は多分素赤だとは思うんですがしっかり赤が乗ってきてくれたら、えー、ちょっと昇格っていう感じ今手前の子ですね。 えーまあ、尾の形も結構いいし丸みもこれから出てくるかなとは思うちょっと尾が曲がってるんですけどね種魚には使えるかなと思って、えー、ちょっとこの子の成長楽しみっていう感じであとちょっともう昇格の望みはない感じではあるんですけどであのそうですね屋上のあデメピンポンパールの子ですね、えー、そろそろお,お引っ越しっていうことで、えー、ベランダの方に引っ越します。 えー、なぜ引っ越すかというともう順調にね今年の春から、えーまあ、トラブルはあったにしろ一気に大きくなってで屋上の方に、えー、少数精鋭飼育として。 持って行ってこの夏しっかり太陽光浴びてご飯をたくさん食べてでしょっちゅう水換いをしてたんでがっつり大きくなってくれましたそうなってくると秋口にですねおそらく産卵が来る可能性がありますただ屋上はですね120リットルの深い船で飼育してるんでもう産卵が来てるかどうかの判断がなかなかできないのでベランダの方に下ろしましてベランダの方は同じ120リットルなんですけど面積の広い 水深の浅い、えー、船なので、えー、金魚の様子がすごく見えるので、えー、まあ見て楽しむっていう、うん、そろそろ見て楽しみたいなっていうのもあって、えー、ちょっとあの浸水の浅い とこころでの飼育がこれからスタートしていきます実際のこの動画を撮った後にですね、今からあのちょっと雨が止んでいるので、えー、屋上の方に行ってお引越し作業をして、で動画を撮って、えー、明日ね、あのアップしたいなと思うので、まあ、ちょっと宣伝がてら、あお庭のま2、あ、軍ピンポンパール水槽の方の、ね、動画をアップさせてもらいました。もともとね、明日動画アップする子たちは、もともとここの船の方にいたんですけども、えー まあ自分から選別されて、えー、上の方に出世していったとっいう感じでまた、あのー、この子たちもですね、えー、あと少し色とか柄が伸びれば、あのー、ベランダの方の一軍水槽に出世できる可能性もまだ残ってるんでまたこの子たちの活躍も、えー、期待したいと思いますなかなかもう成長が、あのー、み見られなければもうちょっと販売の方に回されてしまうという。 まあ、どうなどなどうなという感じなんですけどもお、まあ、そんな感じですねなのでまた明日も、あのー、見てくださいありがとうございます